どうも明けましておめでとうございます。みつみつです。新年ということで半分ぐらい顔を出してみました。過去に何度か顔出ししておるので、そんなにねプレミアム感のあるもんではないですけども、一応ね、今年は特に頑張るぞっていう決意の表れだと、受け取っていただければなと思います。疲れた、この体勢疲れたからちょっと結局ヒゲしか映らない体勢に戻りますけども、本日ですね、私福袋の方を買ってまいりました。こちらでございます。ミスタードーナツのね、福袋、ポケモンの、かわいいですね、ピカチュウとイーブイが書いてありますけど、ミスタードーナツのねポケモンの福袋、1000円のねやつと2000円のやつがあったんですけど、私は2000円の方を買ってまいりました。なのでね、早速今日はこれを開けていこうかなと思います。顔どうせ映んないか、もうヒゲ熱い、いらんくねこのヒゲ、あっち今せっくるかつけながらやりますけど、はい。まずねこちら2000円の福袋なんですけども、なんとこの172円以下のドーナツが20個買える、クーポン券がついております。なんとねこれだけで元が取れてしまうという、完全にお買い得なねミスタードーナツの福袋なんですね。なんか回しもんみたいな口調ですけども、こちらが、はい、カレンダーですね。2019年のこれは月めくりかな、はい、2ヶ月でなんか1枚みたいな、これね丸っこいピカチュウであったり、不思議だねであったり、こういうのって分かんないけど、こういうのの常識分かんないから全部見せていいのか分かんないけど、パラパラっとねなんかミスタードーナツを一かけてなんかえらい丸くて可愛いですね。こう丸っこくてねなんか可愛いなっていう感じのね、こんな感じの、カレンダーがついておりますよっちゅうお話、トーマスとゴードンというお話。はい、続きましてこちらなんか小物入れみたいなやつですかね。小物入れなんかこう、小物入れたり、なんかお弁当のなんかちっちゃいおかずとかね、なんかおみかんとか桃とか、開かない入れるやつじゃないですから、開かない、お開いた、はい、こんな感じ。お弁当のちっちゃいおかずとか、なんでしょうね、なんか小物とか怪しげな小物とかね入れるのにちょうどいいんじゃないですか。かわいいね、なんかもちもちしてて、ミスタードーナツのこのポケモンのデザイン可愛くていいよね。なんかでこちらは布ブランケットですね。ちょっとこれも開けていきましょうか。あ、すごいすごい柔らかくて気持ちいい、これは気持ちいいな、これはいいな、すごい柔らかい、すごいね肌触りがいいんですよ。僕こういう布の肌触りがねうるさい男なんですけども、これは最近触った肌触りの中でもかなり上位のものですね。大きくてちょっと全部映りきらないけど、このね可愛らしいこのピカチュウとイーブイと、イーブイいるかな、あれイーブイいない、あ、イーブイもいますね、イーブイもちゃんとイーブイ映ってるかな、イーブイもいますよ、イーブイと御三家の、これ本当に肌触りがいい。これはね早速今夜からくるまって寝たいと思います。くるまって寝るほどの大きさないけど、ちょっとなんか膝にかけるとかぐらいは全然いけるかな、なかなかの大きさありますね。この子犬とかだったら余裕で包めるレベル。ラスト、トートバッグでございますね、ちっこいトートバッグ、これはいいですね、なんか 3DS とか入れるのに 3DS 持ち運ぶ用としてすごくいいかも。あと携帯の充電器とかね、ちゅうわけでね、そんな感じで、トートバッグ、ブランケット、小物入れ、カレンダー、そして、20個分のドーナツの、引き換えカードと、だから本当コスパで考えるとかなりお得ですよね。ドーナツのカードだけで基本的には元取れてますから、それにグッズがついてるっていうことで、なんかねミスタードーナツはなんかやけくそでも起こしたんかなっていう感じがしますけども。はい、というわけでね、新年一発目の動画でございましたけども、今年も、たくさんね動画上げたり生放送したりするので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。1月2日にはね、なんか生放送ゲームのねスマブラかポケモンかちょっとまだ決めてませんけど、生放送やるつもりなので、ぜひね遊びに来ていただけたらなと思います。夜21時ぐらいを予定しておりますので、お時間ありましたらよろしくお願いします。いやね、この体勢つらい、わざわざここまでして顔を映す必要があるのかっていう感じがしますけども、この体勢つらいわ。はい、はい、というわけで、あ、おっと倒れる、おー、というわけで、今年もよろしくお願いいたします。では本日はこの辺りで失礼します。
さよなら。おっと。